オのチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちらです。ドゥドゥン、ポンプッシュっていうおもちゃで遊んでいきたいと思います。こちらのポンプッシュ結構昔発売されていたものなんですけど、前回このクレヨラってクレヨラこれと同じメーカーのやつで、マーカーメーカーっていうのがあったんですよね。そっからこのおもちゃ会社さん気になって調べてたら、こういう商品も出していて、とても面白そうだなと思って買ってみました。でこちらなんかね、あのエアブラシみたいなのスプレー缶をもっとペンタイプにしたような感じになるそうなんですよね。なんとも説明が下手なんですけど、そうこれで今日はお絵かきをしていきたいなと思います。で最近すごい絵にハマっていて、壁に絵を飾るのがすごく凝っているんですよ。ちょっと画像という感じで、前に水風船で描いた絵も貼ってあり、自分で描いた絵も貼ってあり、なんか可愛いなって思うポストカードの絵を額に入れて貼ったりっていう感じで、結構デコデコお部屋をイメチェンして遊んでいます。で今回はこちらのね、また面白そうなのでキャンバスまたまた用意したので、これに絵を描いて、これもお部屋に飾っていきたいなと思います。ではでは、開けていく前にちょっとパッケージの方ざーっとご紹介したいと思います。ポンプッシュ、この大きなのが本体で、その横にペンもセットで入っていますね。でこっちの横の方には簡単な使い方、楽しいポンポンプッシュ簡単っていう感じで、プシュッと出てくるらしいですよ。そして横には使い方が書いてありますね。スプレーノズルにペンをセットします。パーツを左右に回してペンの位置を調節します。ポンプッシュのハンドルを15回から20回ぐらい上下させます。そして最後レバーを引くとインクが出るよということで、こんな感じの流れでインクを出して書いていきます。裏面にはセット内容が書いてあります。そしてもう一個の側面には別売りのこういうインクもあるよということが書いてあります。ではでは早速開けていきましょう。それではオープン。ででん、セット内容がこちらです。まずこちらがポンプッシュ本体です。ここから透明のチューブが出ていて、それにつながってこれですね。ここにペンを刺して、そしてここを押してプシュ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 とインクを出す感じです。ペンが8色、赤、オレンジ、黄色、緑、青、紺、黒、紫。ステンシルシートが4枚、これが太陽とか雷とかのお天気系ですね。それとクラゲとかサメかな、海の生物系のやつ、蝶々とか葉っぱ、チューリップとかの自然系のやつ、土星とかロケットとかの宇宙系のやつですね。この4種類入っています。そして親切に白い紙も入っています。それでは説明書に従ってやっていきたいと思います。まずこちらのステンシルシート、これをパチパチと取っておきたいと思います。こんな感じで簡単に外れるようになっています。もう使いたいのだけちょっと取り外していく感じにしましょう。こんな感じで使いたいのだけくり抜いていきました。続いてペンをノズルにセットしていきます。キャップを開けて、このここですね、ここにペンをサクッと差し込みます。キュッ、これでセット完了です。でここのリングを時計回しにするとインクがたくさん出るようになって、左回しにするとインクの量が少なくなって細く書けるそうです。そうしたらこのポンプッシュの蓋部分を左に回してロックを解除します。おお、解除されましたね。あとはこれを15回ぐらいこうやって上下して空気を入れるっていうのかな、こうやって空気を送ります。シュッ、あれ何回やったかな、13、14、15、よし。んでそしたらあとはここのレバーを引けば出てくるそうです。いらない紙に試しにやってみます。いきます。おお、空気は出てるけどインクが出ないってことは、ここをちょっと回した方がいいのかな。もう一回、なんでだろう、あー空気がなくなる、どうして、
なんかがダメだったんだ。もう一回やりましょう。もしかしたらインクがダメだったかもしれないので、色を変えてやってみたいと思います。15回やります。1、2、3、4、5、よし、1を16、これでいきます。せーの。お、さっきより空気が強い気がする。でも出ないな。かけるかな。あ、かけるね。インクが出ないとき、ホースが折れていないか確認してください。ホースが折れていないか、大丈夫ですね。ペンが正しくセットされているかどうか確認します。しっかりとセットします。ノズルの先端が詰まっていないか確認してください。穴開いてますね。ペンのインクがなくなっていないか確認してください。かけます。 OK です。じゃあもう一回やってみましょう。しっかりセットして、15回、14、15、いきます。出そう。ほらほらほら、さっきより泡が出てるけど、何がダメなんだこれ。なんでこうなるんだ。近いのかな。ちょっと回そう。回して、あ、わあ、出た。あ、出た。え、すごい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 。私のあれだね、セットの仕方がきっと悪かったんだ。あ、出ました出ました。いいね。あ、よかった。一瞬ヒヤッとしたよ。これでもう一回黄色やってみようと思います。もしかしたらね、結構思いっきり差し込まないといけないのかも。1回目で1回カチッとなるんですけど、それ以上に多分押し込んだらいいんじゃないかな。これでいきます。あ、出た。ここの調節が重要かもしれません。あ、いいですね。使い方が分かったので、早速こちらのキャンバスに書いていきたいと思います。まずはステンシルシートを使う前に、この背景にいろいろと色をのせていきたいと思います。とりあえずこのスプレー感が伝わるようにふしゅーっと吹きかけたいと思います。いきます。せーの。おお、あ、めっちゃいい勢いですね。ふしゅーっと、いいんじゃない。結構で、なんか濃いところと薄いところがなんかこうあるといいな。あらかじめマスキングテープとかでマスキングして、なんか柄作るのもいいかもしれないですね。続いて青。1、2、3、4、5、あ、いいね。いい感じの爽やかさじゃないこれ。シュッと涼しげになってきた感じがします。次は赤を使って、この太陽のステンシルシート使ってみたいと思います。あ、いい赤だこと。これいいね。あら、かわいいかわいい。こっち側をオレンジ。おお、あ、待って、ずれちゃった。勢い良すぎてずれたわ。ちょっと待って、慎重に合わせよう。多分これぐらいいけます。押さえてなきゃダメだ、ちゃんと手で。うわ、勢いがすごい。こっち側をオレンジで、いいんじゃない。結構綺麗綺麗。じゃーん、あら、かわいい。太陽だわ。次はステンシルシートのクラゲやっていきたいと思います。色は紺色でやっていきます。おお、勢いがいいね。紺っていうよりちょっと紫っぽいかも。これも若干なんかグラデーションしたら綺麗かな。グラデーションになるように次本当の紫をかけていきます。ふーっと、あらー綺麗。でーん、あらー綺麗。あとこの余ったところに小さいお魚さんをいくつかやっていきたいと思います。色は緑でやっていきます。ふーふー、あら、かわいいね。じゃーん、いいですね。そしてさらに魚を上に乗っけて、下のちっちゃいのを緑、そしてこの大きいのを半分緑で、もう半分はオレンジでやっていきたいと思います。
あ、なんか混ざったら変な色になっちゃったかも。これもオレンジ。そしてさらにこの上にさらに魚を、しょーじゃーん。次は黄色でやっていきたいと思います。これよし。そして最後上の方、ここにオレンジの魚を乗せたいと思います。あら、いいんじゃない。こんな感じで完成にしたいと思います。ということで今日はポンプッシュを使ってお部屋に飾る絵を描いていきました。いかがでしたでしょうか。絵の苦手な私にしてはとても上手にできたんじゃないかなと思います。そしていつも描けないようなもの、スプレーってあんまりできないじゃないですか。なのでとても個人的に楽しかったです。そんな感じでまだ絵乾ききっていないので、しっかりと乾燥したらお部屋に飾っておきたいと思います。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。